さてこういうお話がある新聞に載っております、はい、大阪府富田林市にですね、うん、西堀神社というお宮さんがあるんですって。そうそう、ありますあります。でこれ宮司さんの奥さんにも言わせますとね、うん、西堀と呼んでもよし西氷と呼んでもいいそうです、はい、この辺りが日本の固有名詞の難しいところで、うん、人によっては錦織と呼ぶ人もあれば、ね、西堀と呼ぶ人もありますね、はい、ありますあります。でこの神社富田林にありまして、うん、漢字では錦織と書きます、うん、そうして錦織と呼んでもよし西氷と呼んでもいいんだそうです、はい、でやっぱり錦織圭選手の活躍によりまして参拝客が非常に増えたそうですよ。そうですか、はあ、そらもう家内安全商売繁盛の神様と言われておりますが、はい、もう一つ災難厄を避ける神様としても有名なんですね。そうしてあの有名なに少年隊の、うん、この人は錦織と呼ぶんですね。そうですね、錦織和清、錦織和清選手もお守りを買いに来たと、うん、あ、そうですか。それから錦織和清さんのファン、うん、それからひいては少年隊のファンもしょっちゅうお参りに来て、うん、お守りさんを授けてもろうて帰るそうです。あ、そうですか。それがもう現在とてもたくさんの参拝客で賑わっております。そうですか。で私はまだ行ったことないんですが、この西堀神社はですね、正面から見ると日光東照宮と同じデザインになってるそうです。あ、そうですか。これはもう早いうちに行ってみたいですね。華やかですね。そう、そうですね。で問題はですね、うんうん、どなたをお祭りしているでしょうか。です。いや、全然知らないな。これ私さっき、はい、災難よけ、厄よけにとても力強い 効能というんですか、お力を発揮するという意味で1番、はい、あのヤマタノオロチを退治されました、うん、ヤマタノオロチって頭が8つに分かれている大きなヘビちゃんですね、はい、ものすごいどでかい山も取り囲むような大きな蛇、うん、ヤマタノオロチを退治されましたスサノオノミコトを お祭りしていると、はいはいはい、これ第一ヒントです。第二ヒント、はい、アフリカのジャングルにおいてあらゆる猛獣を相手にして戦いつつ暮らしたターザンを祭ってそうですか。へえ。3番は3番、ええ、ルパン三世すごいとこ行きましたね。あらゆる知恵を発揮して怪盗ルパンとして騒がれましたはい、はい、アルセーヌルパンを祀ってある。そうですか。日本の神社やでスサノオノミコトかターザンか、はい、アルセーヌルパンか、はいはい、迷うことないと思いますが、ね、一つをお選びください、はいはい、そらもう家内安全商売繁盛の神様と言われておりますが、はい、もう一つ災難厄を避ける神さんとしても有名なんですね。そうして、うん、あの有名なに少年隊の、うん、この人は錦織と呼ぶんですね。そうですね、錦織和清、錦織和清選手もお守りを買いに来たと、うん、あ、そうですか。それから錦織和清さんのファン。さてこういうお話がある新聞に載っております、はい、大阪府富田林にですね、うん、錦織神社というお宮さんがあるんですって。そうそう、ありますあります。でこれ宮司さんの奥さんにも言わせますとね、うん、錦織と呼んでもよし西氷と呼んでもいいそうです、はい、この辺りが日本の固有名詞の難しいところで、うん、人によっては錦織と呼ぶ人もあれば西氷と呼ぶ人もありますね、はい、ありますあります。でこの神社富田林にありまして、うん、漢字では錦織と書きます、うん、そうして錦織と呼んでもよし西氷と呼んでもいいんだそうです、はい、でやっぱり錦織圭選手の活躍によりまして参拝客が非常に増えたそうですよそうですか、はあ、早いうちに行ってみたいですね。華やかですね。そうですね、で問題はですね、うんうん、どなたをお祭りしているでしょうか。そうです。いや、全然知らないな。これ私さっき、はい、災難よけ、厄よけにとても力強い効能というんですか、お力を発揮するという意味で1番、はい、あの
ヤマタノオロチを退治されました、うんうん、それからひいては少年隊のファンもしょっちゅうお参りに来てお守りさんを授けてもろうて帰るそうです。あ、そうですか。それがもう現在とてもたくさんの参拝客でにぎわっております。そうですか。で、私はまだ行ったことないんですが、この西堀神社はですね、正面から見ると日光東照宮と同じデザインになっているそうです。そうですか。